はい、車じゃ、インテリアを見てみましょう。インテリアはですね、基本的にはあまり大きく変わっていません。変わっていませんが、ご覧のようにこのウェイビングですね。日本ではあまり、紹介されてないトライベッカですから、ゆっくりと見ていただきましょう。後ほど走りを味わっていただきますが、前の時よりですね、全然 3.6 リッター化されてエンジンがすごく良くなりました。あとトランスミッションのつながり感も良くなりましたね。さあ、リア周り見てみましょうか。リア周りというかですね、リアシート、まあ、正直ですね、3列目はよいしょ、そんなには広くはないので、よっこいしょ、よいしょ。まあ今スライドをちょっと 前の方にしてるんでね、入れますが、まあヘッドクリアランスもまあそこそこかなっていう感じですね。極端に3列目が広いというわけではないですね。まあ2列シートでちょうどいいかなっていう感じはしないではありません。3列目はまあ子供たち用かなっていう感じがしますね。さあ3列目からぐーんと覗いてみました。フロントの雰囲気すごいでしょ。造形的にはかなりすごいですよね。でここに、DVD も出ますね。スバルトライベッカです。今、ちょうど時刻は4時半過ぎですね。みんな家路に急いでいます。